チャット報告 OK です。何か質問ありますか。配送は、嵐がいた場合と、誘惑ってワンと同じじゃないの？接続切れは、その、あれなんだろう。アプリをインストールするのがめんどくさいから。そんなわけないよね。あとは、誹謗中傷。同じアカウント使えるんでしょ？お願いします。噂によると、ワンと同じ感じじゃないの？質問なければゲーム開始します。名前が変わったぐらいのものじゃないの？全く別物になったの？どういうこと？かそってるって。うん。今までワンの人っていたよね。あれ、5番さんルール説明聞いてました？まあいいや、誘惑なんちゃらでいつか入ってみるか。はい。じゃあ、ゲーム開始します。お願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職が。2の方はうまく、ね、いろんな人たちを、新基礎を取り込めたよね。うん。グラフィック的にもあれだし、まあ無課金の人でもできるし、無課金の人でも俺みたいな人でもまあ限定されるけどスキンも取れるし、特殊なスキンは取れないけど、それは欲しいんだったらガチャればいいだけだし、まあコインがほとんどもうほぼほぼ無もう前までワンの時って多分コインってあんまりないから延長とかできなかったけど、2なんかもう普通に試合してたらダダ余りだからね。昨夜は。そういうとこでは運営が儲ける気はなくて、多分スキンで儲けてんのかな、これ。なので、無課金でもできるっていう。はい、お願いします。まあ、とにかく、プレイする分には無課金でもできるっていうのは無理だしね。子供でもこう参加しやすいしね。こうなったらこうする、こうなったらこうする、こうなったらスキン欲しい人は、こうなったらクロスするとか、そういう話はせん方がいいかな。人外にうまいこと利用されて、さっきまでこういう進行やったよねとか、参加で取られて人外乗りされるんで、そういう話はしない方がいいと思ってて、あと、なんやろ、要素を拾った上で、人狼要素と強靭要素っていうのを分けて提示するべきかなとは思ってるかな。初日、霊能が一角した盤面で、黒結果を落とすことが何より大事だと思うんで、人外要素を拾った上で、そこに黒結果が落ちるのか、白結果が落ちるのかっていうのを、落ちそうなのかっていうのを、明確に分けて提示した方が、村目線って、釣り位置とか、ランテージしやすいかなと思うんで、人外要素やけど、ただ強靭っぽいねんなっていう思考みたいな、そういう感じで落としていくかべきかなと思ってますね。汚い石はグレース。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師です。ごしろです。まあそうですね。今の9番さんの話を聞いてて、まあそうかなとは思ったんですが、霊能一角なんかするような話をしていたから、もし一角した場合は、9番さん強靭目が上がるのかなっていうふうには思いましたかね。ただ、進行的には、そんな変なことは言ってなくて、人外が、盤面は人外が作る、みたいな感じだったよね。まあ、それは俺もそう思っているので、あれかなと思ってます。まあ、役職の動きに関しては、俺はね、霊能は一周目に出てきてほしい。で、狩人、騎士に関しては、そのちゃんとしたタイミングで出てきてほしい。そんな感じかな。グレー詰めだったら出てきてほしいかな、って感じかな。以上です。2番。のプレイヤーが発言します。おはようございます。まあ1番9番の精査なんですけど、まあ、1番が挙げた9番の強靭目の要素に関しては現状理解できなかったですね。なんで現状1番が9番に対してそういう精査を落とすのかっていうところが少しだけ疑問でした。まあ、9番に関してはなんだろう、盤面は人外が作るっていう発言なんだけど、例えばこれ9番が、霊能を釣り切りたいっていう発言を残したとしても、多分、狼目線って、それを聞いて、9番が本当に霊能を釣り切りたい思考の持ち主なのかなって、確定できる要素じゃないから、進行は別に提示してもいいとは思いますよ。別に利用されないと思います。多分、あんまり買えないんじゃないかなと思ってるから。なんか占い出ますねとか霊能出ますねっていう初週の会話から多分ね、なんか9番の発言からじゃあこういうふうに動こう、3番
のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ自分も一緒で1番が9番から共要素を拾ったのは分かります。全部で9番がそのこの人は狂人っぽいとか人狼っぽいとか言うんですけど、そういうのは俺はあれなくて、今日ムーブする狼とかもいるから、とにかく初日は人外っぽいところを釣ったらいいと思ってるんで、まあ考え方が合わないのかな。うん。まあ9番さん9番さん主観だから、そこが人外要素っていう感じじゃないけど、俺は基本的に初日はとにかく人外っぽい人を釣りたいですよ。あの、発言矛盾とかね、捏造とかしてくる人。はい。で2番さんの印象ですけど、うん、まあ、当たり障りのない感じのことを言ってますが、その1番さんが9番さんにとった共要素ってなんだろうなっていう意見は一緒かなって感じかな。はい、2周目釣り位置上げますね。盤面によって。以上。4番のプレイヤーが発言します。私が霊能師です。はい、もう使用しておきますね。1番さんがご指導把握しました。まあ、まず、霊能師しての、霊能師としてのお願いなんですけれども、まあ、ほぼほぼあんまり生きれないということから、黒っぽい人をね、みんなで釣りましょう。狂人っぽいところは置いといて、とりあえず人狼っぽいところ釣ろうねっていうこと。うん。それで色見て黒結果落とせたらいいかなって、もう役目は終わりかなっていうふうに思ってる。で、9番さんの場合、まあ確かに1番さんの言う9番さんの強要素っていうのは、まあ発言の中の内容からね、まあ、あり得るかなとは思ったけど、ただ、進行論としては、怪しい人、釣り位置をまず上げて、白っぽい、黒っぽいを分けて、黒っぽい方釣りましょうっていう進行論ってとても良かったと思う。印象はかなりいい。はい。2番と3番が9番の強要素が拾えないっていうのは、あんまり発言聞いてないのかなって単純に思いました。はい。印象はあんまりよろしくない、2と3はね。はい。って感じですか、2番のところ。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。4番さんが霊媒師、1番さんが有限で使用を把握しました。間違えた。9番。ん ?1 番か。で、9番が、なんか、盤面は人外が作るものっていうふうに言っていたんですけど、なんだろう。そっからまあ、1番目の位置でいきなり結構喋っていたというか、まあ、探そうという自分なりの理論を言っていたんで、まあ、意欲を感じました。なんでどっちかっていうと白目で見ていて、で、まあ、占い師対抗出てきたら、まあ、そこの精査進めたらいいと思うんですけど、まあ、一番さんが狩人はグレー詰めで出てきてほしいって言ってたんですけど、釣り位置に上がったら出てくればいいんじゃないかなって私は思ったんで、ちょっとそこは違うなって思います。6番のプレイヤーが発言します。うん、まあでもバサキムすればいいんじゃないですか。うん、どうせ俺の考察なんかできないんだから。うん、4番さんは可愛い、だから直感的に死んだと信じたい、これでいいんじゃない。9番に関して、じゃあその要素を拾えなかったら9番釣ればいいだけ。3番もそうだね、怪しいやつを釣らなかったら釣ればいいんじゃんだけなんじゃない。それなりに普通に見える2番行くわ。 SG1 の村人釣るゲームじゃないんでね、白露釣りますよ。あ、今1周目の印象ですよ。 9,2,3 無理くり釣るっていうんだったらって話ですよ。無理くりやるっていうなら、うん。で、2番3番と1番言ってるの可能性の話だからね。9番の発言から強人の可能性があるってことで多分言ってた、だ一つの要素として言ってるわけであって、強人確定っていう話じゃないから、まあ1% でも 2% でも可能性があるっていう感じの話じゃないの。うん、まあ、2番3番それを理解していない行動が黒要素かどうかって言われると分かんないけど。うん、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい。この後8番で占い使用してくるか してこないか分からんけれども、今5番視点で、その1と9の番号の間違いをしたっていうのは、5、1のローローセットはないな。あの1番狼5番狂人割っても5、1のローローはないなって思って聞いてましたね。で、6番に、直近の6番に関しては、あの2番を釣り寄す要素が全くないけれども、あの2を釣り位置を上げたっていう点では評価はしていいのかなと思ってるかな、6番に関しては。これは、4番が言う通りだが、俺も9番の目線が狂人目線かなと思ってるから、1の9の狂人置きっていうのは別に違和感はなかったから、2番3番の話聞いてそこから冷たいなと思ってるかな。6番に関しては、
単体では発言内容自体おかしいと思ってるけど、2番っていう釣り位置を上げたっていう点から釣り位置から外したいかなと思ってますね。2番、3番の発言切って、これは、8番のプレイヤーが発言します。青木勲章、蛇の道。どうも、臆病です。村人陣営、特に使用はありません。6番さん、4番さん、どこが可愛いんですか？まあ、霊能一角なんでね。まあ、でもね、どうだろうね。まあ、いいんだけど、釣り位置に上がるようなものの言い方したら、釣られるで。昔、だから8番釣りますって言われちゃうんですよ。村だったら控えた方がいいんだよ、釣りに。はい。4番が決めんだね、もうぶっちゃけ言う。あ、平和村だから違うのか。平和村だからまあいいのか。6番さんが可愛いとか言っても、新進行とか言っちゃってるけど、今はまあ平和村だからいいんだけど、1も4も決定権があるからいいけど、1、4、5の決定権があるからいいけど。だから潜伏も全然あると思う。だから4をね、本当の真の霊能通りは見てないから、はっきり言って。あ、ここまで言って8番か。笑うぞ。俺、6釣りたいな、今日はね。何、霊能可愛いから新落ちって、やばくない？やばくない？以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、8番白ですね。潜伏した理由に関しては、8番が俺の地点ってマックス強で、8番が一番最後のポジションで、1-4になった時に、強陣やだ。あのさ、もう外れたら出た方がいいって、例の。出れるの、2場面作ってくんない。君がもし占い師だったら、もわかるし釣り切りだったっけ、まあ、?8 番がそこで出なくて、釣り切りだったっけ、なんてだっけ、決め打ちっていうのも、一つわかるような気もしないでもないっていうか、どっちとも取れるけど。7番が6番を評価して、まあいいんだけど、8番、どうでもいいんだけどね。例のだったら出てくんね、もう。2場面作った方がいいんじゃない、この盤面と思うけど。じゃないんだったら別にいいけど。はい、兄さんじゃん、だからもう。何考えてんの、もう。7なんか積んなくていいよ。なんで7が1切れてるの ?7 押したの ?9 番が。無駄だっつうの。2番か3番でいいに決まってんだろ。9番なんか特に2番、3番押せばいいのに。その5番が、あそこまで発言が伸びなかった。9番、1番にしか触れなかったっていうのは正直、釣り位置に上げてもいいからと思ってます。2番、3番が1番に対して、9番の底に対しての興味を感じないっていう否定的な要素を1番狼で置いたときに2番、3番はないかなと思ってるけど、1番って俺に対して強塗りをしたかったんかなっていう印象かな。みんなが挙げてた可能性の話とかダウンコーナーとか言ってるけど、1番って俺の、霊能が一角するって確定してるような発言って言ったけど、そんな発言してないからね。それで強気ってちょっと違和感でしたね。1番のプレイヤーが発言します。まあ、対抗に言ってもしょうがないのかもしれないけど、まあ、あれかな。俺にはそういうふうに聞こえたから、そういうふうに発言しただけだからね。で、9番さんっていうのは、5番さんをずっと叩いてたけど、あなたの白鷺の8番さんはどうなってますか？まず、潜伏したら、絶対に俺は信用しないっていう発言を残していて、だから、1は死んだっていう発言を残していながら、霊能の潜伏、4は信用しないからねって。霊能がもう一人いたら潜伏してるってことになるんですけど、そっちは信用するんですか？発言矛盾を、オタクの白崎の8番さんも言ってますけど、どうなんでしょうかね、9番さん。うちの5番さんばっかり叩かないでもらっていいですか？まあ、5番さんが強人の可能性も、もうゼロではないからね。別にいいんだけど。まあそうだね。6番さんが2番さんを叩いたっていうか、釣り位置に上げたっていうのは、あれは村の活性化のためでしょ？それぐらいは理解しようよと思ってるけどね。なんでそれが理解できないのかな。だから6番も言ってたじゃん。あえてどうのこうのって。上げるんだったらに、もちろん1周目の段階ではねっていう話をしてるからね。それで6番を叩くのはお門違いだと俺は思ってるよ。で、まあ、兄さんに関しては、まあ、俺の言い方がさっき、まあ、キューマさんも言ってたかもしれないけど、言い方が悪かったかもしれないから、まだちょっとわかんないかなと思ってる。8つってほしいわ、本当に。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、なんか、どっちも新っぽくないなと思ってますかね。まずだって、9番視点って5番処刑できないでしょ。現段階で。うん。かつ、1番の相方で、
2番3番キャンセルする要素ってめちゃくちゃ薄いと思いますよ。あの段階で1番2番狼で1番のライン切り、2番1番3番狼で1番に対して9番の強靭要素分かんないってライン切りはできると思ってるから、9番視点で1番2番1番3番のキャンセルが早すぎると思ってます。はい、これ9番が狼だった時に8番の狼がないと思ってて、8番狼が2周目出た占い師は芯切りますっていう発言を残している中で、9番が占い師を8番白結果残さないと思いますね。かつ8番9番狼だった、8番9番狼がないと思った時に9番が狼だったとして、仮に9番が狼だったとして8番に白結果を打つ行為って結構なんだろう、あれじゃない、なんかこう非効率的というか、9番って8番の境界視できない人物なのに8番に白結果打つってあれだから、1番視点って結構9番強靭に見えたりしないかなって思ったんだけどね。なんか1番が8番処刑するのもなんか9番5番処刑するのもなんか変かなと思ってますけどね。まあ、6番があの時点でツリーチ上げたのって僕も結構印象がいいと思ってるから、7番がそこ拾ったからなんか6番7番なんかあんまり釣りたくないなって思ってたんですよ。だから、まあ、3番処刑して1番9番クロスでいいかなと思ってますけどね。1番って9番の発言から釣り位置とか上げてほしかったですけどね、なんで上げられなかったんだろうと思いますけど、まあ今日3番処刑しようかなと思ってます。3番のプレイヤーが発言します。まあ6番の話を聞きますが、今の話聞くんだったら2番かな。釣り位置上げたら印象いいの、その理由が正当だったのか不当だったのかって精査を依頼に2番をついたいかなと思いますかね。はい。で、9番の共鳴があるって言ってた人たちは、じゃあ今でも9番が強靭で8番が囲ったって視点があるんですかね。ちなみにだけど、俺9と1の気持ちはわかるんで、単体で言ってることはおかしいのって5と8しかいないと思ってるから、1周目の発言だけだったら。その潜伏したら芯を切るってもうそれ精査してねえじゃんっていうの8番村でもいらねえと思っちゃったもん。圧倒的8番釣りたかったし、5番に至っては精査してんのかしてないのか言ってることがよく分かんなかったんで、老要素があるとしたら5番だから形を行くなら5かな、強要素があるのは8番かな、よく分からん8番は。はい、ただグレーで行くんだったら現状は2かなと思うかな。まあグレランか、6がおかしいこと言わない限り2に行きたいかなと思ってますね。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。まあ一周回って、まあ西洋ですね、占い西洋のまあ騎士と霊の一角です。潜伏するなら今出てきていいよ、陣外さんって感じですね。はい、8番さん対抗で寝るなら今出た方がいいよ、陣外さんって感じですかね。はい。で、まあ、2と3は別陣営なのかなって、2と3で釣りをしてもね、普通に。しかも、6番さん、2番さん釣りをしてるのに、2番さんは印象いいって言ってるんですよ。違和感を感じたけどね、そもそも。3と2だったら2から釣りたいかな。2の方が黒気が出るんじゃないかなと思うけど、ただ占いに関してなんですけれども、やっぱ9番さんがその位置で、まあ、潜伏からの占い師用じゃないですか。8番さんの、潜伏している占い師は、まあ、真と見ませんっていう発言って、狼で強靭に早く出なさいって言ってるアピにも聞こえたかな。どっちかって言ったら。狼出ないんで早く出てくださいっていうアピに聞こえたかな、どっちかという。だから、9番さんの方が今のところは偽で見てます。はい、急遽一心で今8ローかなって思ってて、8の相方がどこなのかなって今探してるんだけど、まあ、グレーだけで言ったら2、3とバチバチやり合ってるから、2、3は違う陣営。2、6バチバチ。まあ、6番さんはこの後聞かないとわかんないんだけどね。そう、9番がさ、自分の城先に強靭はないって言ったのが、そもそも引っかかるし、8番さんの発言ってほぼほぼ霊能に触れてて、いや、グレーはどうなんのって話。6番さんしか触れてないんで、そこに対して精査甘くないですかっていう感じ。そこを人外要素と捉えないのが新要素がないかなっていう感じでしたね。はい、この後6番さん聞いてから、2、3は。5番のプレイヤーが発言します。結論から言うと、私は今日は3番さん釣りでいいかなって思ってて、まあ理由としては、5番と8番を叩いておき、結構時間を使っていたと思うんですけど、
まあ、その割には最後に片白に黒っていうふうにはっきり言っていないなって思って、なんだろう。私結構、なんだろう。録画伸びてないと思うんですよ。自分で言うのもなんですけど、デモ撮り勢でちょっと録音整理できてないところがあったんで、まあ、そこを、なんだろう、黒塗り位置って思ったのか、で、8番も叩きやすい位置。まあ、言ってること確かに発言矛盾していたし、まあ、霊媒師叩いておきながら潜伏は NG みたいなこと言ってたから、まあ、そこも塗りやすい位置かなって。黒塗り位置を探してるようにしか見えない。で、2番を釣りたいって言ったのも結局占い師どっちで死んでみるから、見るとかもあんまりなかったし、相方の位置を探してる感じもないなって思って、まあなんか、雑だなっていう感じだから3番釣りたいなって思いました。2番っていうのは、まあ、占い師どっちも死に見えないって言ってて、まあその発言が1周目と、なんだろう、矛盾していなかった。まあ、一番さんが急遽で置くのおかしいって言ってたんですよね、一周目。だから、まあ、二番はそんなにおかしくはないかなって思います。六番のプレイヤーが発言します。うん、八番、霊能じゃないよね。もう知らないよ。もう、噛まれでなんかなってって、二番目の方がいいと思うけど、あんなになんか匂わせてたら、もう俺知らないからね。こんなこと言っていいのかね。9番じゃん、の言葉を借りると、村要素があるような。2番、3番、どっちも俺釣りたくないって言ってるでしょ ?2 番、あんなにぶったらいでも俺を、釣り地投げでも俺釣りたくないって言うし、3番で、5と8に喧嘩打ってんだで、片白釣るって。でもね、片白のどちらかか、2番、3番の3人のうちに、だって、どっちか白でしょ確定の。うん。黒は1人いるんだよ、3人のうち。片白のどちらかか、2番、3番の中に黒は1枚ないし、2枚はいるんだよね。困ってますって感じです。こんなこと言うのもなんだけど、投票放棄してもいいですかっていうぐらい、俺の白要素伝えるんだったら。うん、2番、3番どちらかがわかんねえからみんなでこう、多数決で決めてって、俺の一票は入れないけど、あ、同票になったら考えるけどっていうぐらいしか俺はもう伝えられないぐらいなんかよくわかんないんだけど、この展開。5番さんもこんな感じで伸びてるでしょ？あじまさんもあんな感じで、狼でやってんのかって言われると、ってなると、片白にいないのかなって言うと2番か3番にいるんだけど、どちらかが俺釣るでも言ってくれればそいつ釣ろうと思ったんだけどっていう感じで困ってますって感じです。僕が伝えられるのは。うん。まあ、釣るとこ上げてないから黒い手取るなら間違ってるけど、うん。わかんないぐらい俺ちょっと困ってるってぐらいのが村要素っていうのは伝えられるって感じなんだけど。2番、3番どう取りゃいいんだろうね。3番は片白でもいいって言ってる方なのかな。もう50いった49ぐらいの感じでに。7番。のプレイヤーが発言します。これ、特殊進行しませんかね？特殊進行。だから俺も8番結構黒いなと思っちゃってるんだよね。だから9番の神経も兼ねて、片白から釣らしてください。今日8番から釣らしてください。8に黒打たれたら、多分8黒みんな信じちゃうよ。8番があんなに霊能が、なんだろう、4番の太鼓が出てくるんじゃねえかって、俺も狼で狂人に霊能出てこいって言ってるように、うん、ごめん、俺。占い 3CO、ね。うん。面白い進行しませんか？もういいよ。俺8結構黒いと思ってるから8釣りから行きましょう。2番さんなんで5白打ってるんですかね？28ロロですかね？うん。と思っちゃってるけど。9強陣28ロロ1進ですかね？と思っちゃってるけど。まあ、それでもいい。8が白なら3番が5番にいるってことだから。くれないかな。3番が5番にいるから。今日8を釣りましょう。8黒打たれたら俺信じちゃうもん。4番さん噛まれちゃったらごめんね。俺占いの護衛も視野に入れるからさ。そんぐらいですかね。2番の芯もあるかもしれねえで。てか、なんで隠れてんだって言われると頭痛いけど。うん。どうして釣り地なんてんのに3番釣れると思ってんのかな、はい、っていう。のプレイヤーがなんか変な感じなんだよね。わかる。狼勲章、蛇の道。どうも、久保です。はあ、私釣りですか。8番釣っていいのかわかんねえで。
騎士さんがおっしゃる。なんで2番がこんなタイミングで出てんだって言われると、わけわかんない。どういう意図なのか。まあ、9の新芽が上がるだけですよ。うん。2番進んだと思いますけどね。うん。なんだろう。あ、でも2番強靭の可能性もあるのか。うん、ちょっとわかんないな、これは。もうこれで、9番は5占いで一択だね。うん、5占いなかったら俺もう知らんからな、もう。5番占いはなかったらもう。ここで片白いっていう進行。5番の角白作ってくれよ、もう。だ俺はね、9番だけはね。あとはもう任意だけど。うん、1、2は8占いだったらいいんじゃない？だから色々いるのかなと思って。角白できたらもう、うん、だから5、8、白なら3番ってことになるけど、俺的には。片白いく進行だったからね。ただね、どうせ黒誰でももうわけわかんねえんだけど、もう俺目線も。なんだろう、この試合っては。なんか変な感じなんだよ。ちょっと例の占いもわかんないんで。まあ、私はなんかね、潜伏した9番に入れます。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。特殊進行が正しいのかどうかわかんねえよな。1で1。9も2も潜伏してて、なんか1を真面目に出て申し訳ないけど、間を取って1番にするようかな。わけわかんねえんだけど、俺も目線、これも。2番って、ここすらそうなるわな。なんで死因に占いなのに2日目まで隠れようとしてんだって話になるので。5白だけは、でも結果は出てるから。はい。はい。というか、8番、2番、狼だったら別に2番出る必要ないですけどね。8番視点って2番が結構死因に見えないかなと思いますけど。まあ3番じゃないかなと思いますよ、普通に。3番視点で2番が6番に対して釣り位置上げないのが黒要素って言ってたけど、じゃあ、あなた視点6番がどう見えたんですかって話をしないといけないと思いますけどね、少なからず。あの時点で6番が2番を。こんなおかしなタイミングで出てるから陣内じゃないか。こんなおかしなタイミングで出る陣内いるか、どっちで取るかなんだよね。まあ、潜伏した理由は、明確に5番、8番で囲われてないと思ってたから、まあ、3番か6番どっちかで 黒結果が出るんじゃないかなと思った時に、明確に3番が変だなって思ったから、6番があの段階で2番釣り位置上げる要素って、1番で確定してる段階で、釣り位置に上げる意味ってあんまりないかなと思ったんで、相方でね、仮に9番が狼だった場合って、6番があの発言をした後に9番が占い師で出ないと思ってたから、9番、1番、1番、1番、6番、9番、6番が明確にないと思ってて、6番を釣り位置から外してました。はい。まあ、8番処刑してよかったですけどね。はい。なんで騎士の進行に従わないんですかと思いましたけど。8行けばよかったね。4番に関してはちょっともういいです。4番に関してはもういい。どうでもいいと思ってもういいよ、もう。はい、3が、2進だったらどうせ5、白なんでしょもう限りなく。と思いますけど、ね。もう知らんよ、もう。誰がもう村置きするしかないんでしょ、まあ、もう。5番ならもういいっていう感じで3、8、2択にしますか、もうめんどくさいから、もう。出さないと思ってるから。3、4だったら出てほしいところもあったけど、まあ。人狼に気をつけてください。八釣りの流れだったんだから2番って、いやー、まあまあ得るべきだよね。あのタイミングで出たら票食らっちゃうよね。票食らうよね。うん、あのタイミングで出ると、うん、確実に934って言ってて 93?夜が明けました。昨夜は一名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。あー、なるほど。ご苦労？ご苦労？51のラインがある？1が私にしろね。あー、でも2が真の可能性もあるんだよね。なるほどね。あー、そっか、人狼と狂人で俺を白白打ってる可能性もあるってことだもんね。いやー、わかんねえ。まあ、釣り切ろう。うん、白落ちちゃったからね。うん。そうだろうね。まあ、後から出た9番っていうのは俺は狂人臭いんだよね。1、1番面だから。まあ、本当に騎士さんがバカすぎるから、うん、この3、4、5番面で俺を釣るというバカな進行をしてるから、うん、俺は的には多分ね、9が狂人で1が人狼だと思ってるんです。うん。Q が俺を黒く見て、まあ俺を白にしたというイメージが強いんですね。うん。私的にはまあ1、まあローラーしますよ。これは。うん。完遂しますよ。うん。1入れます。9番のプレイヤーが発言します。2番強人だな。2番強人。
2番狂人の1番狼、5番狼終わり。1号ロー2強。だから別に折れずりからでもいいし、どうせ完遂するんやったら折れずりからでもいいし、もうストレートに勝つんやったら1つって明日5つって終わり。はい。ストレートに勝ちましょうか。1から行きましょう。いや、5番でもし隠し城ができたときに、1番が狼狂人の、狼の時やったらまだ分かれへんけど、狂人の時やったら黒なんか絶対打たれへんと思ったから。だから8で隠し城ができたときに、あと3、6。俺視点で5番が白結構落ちたときって3、6詰めればいいだけやから。勝ち確やからね。いや、2番が出てくれてよかったなと思ってますね。狂人で8番が多分狼に見えて、俺が人狼で8、9、ローローとか見えたんかな。やばいと思って、自分に白結果とりあえず落ちさせろ、みたいな。そんな感じか。とりあえず1行ってくださいね。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。昨日の2番が出る前までは、俺は9強8ローって見ていましたね。まあ、9番が狂人で、8番のあの発言だと釣られてしまう。だから8番を囲ったっていうふうに、素直に受け取りました。で、2番が出てきて、でも2、8、ローっていう構図は、なくなるんすよね。で、2番が出てきた意味って言ったら、やっぱり、狂人が8番を釣らせないために自分が出てくる。うん、捧げたっていうことですよね。って思った。だから、9、8、ロー、ローだと思っていたんですが、8が白結果を落ちていて、そうすると、俺目線3、6、残り3、6になるんですよね。3、6か。3、6の精査って俺めちゃめちゃ難しいと思っていて、3番が、昨日に、なんか2番がね、3番さんに対して言ってたことって、まあまあ、狂人なんだけど、まあ、まっとうなことを言っていたなとは、まあ、思っていますよ。で、6番っていうのは、2番を、活性化させるために、弾いているので、3黒もあるのかなっていうのは、6番は俺白いと思ってるからね、あるのかなとは思っています。9番っていうのは、発言力の弱い5番さんに対して黒を打った。ただ、それだけですね。まあ、もうこれ以外言うことないかな。今日9つってください。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、自分は2の芯を切ってるんで、で9が芯と思ってますね。はい、だから1番釣りたいけど仕事が終わってる9から釣るっていうんだったら9から釣りますが、自分は1から釣りたいです。9が芯と思ってます。理由、2番の芯が切れるっていうのは、2番って潜伏してた理由が8番のローメはないよって思ったから潜伏したって言ってるのに投票8いってるんですよね。はい、それはもう2番の芯切れる要素だと思ってるんで。何のためにじゃあ出てきて、何のために8を釣ろうとしてるのか。意味がわからんですよ。だからもう2番の芯は切ってます。なんで、で、5番に言ったけど、占い精査してないと言ったけど、黒いのを狙うんだったら5って言ってるんだから、9芯って言ってるようなもんなんだけど、ちゃんと発言聞いてるんですかって。だから5番が狼でいいと思ってます。で、6番の昨日の要素から狼目はないと思ってるんで、2番の芯を切ってるから8番が白角。で、6番のあの発言から狼要素ってないと思うんだよね。投票放棄でもいいとかいうあの発言がね。だから5番が狼と思ってます。はい。ぐらいっすね。2の芯は 100% 切れるんで。8が、狼っぽくなかったか潜伏しましたで 8を釣り寄そうとしてる。あの行為。7が8番釣ろうって言ってるのに出てきて8番釣る。意味がわからんですね。はい。以上。4番のプレイヤーが発言します。まあ2番さんは狂人でしょうね。白結果だったし。でね、9が 5と1がプロプロってことでしょ。要は3仕様だから。で、6番さんがさ、1に入れてんだろうな。6が1に入れてるのが謎なんだけど、だってあの番目絶対2番さん偽物でしょって思うじゃん。あんなマギア出てきて、しかも3仕様だから占いから行くわけだけど、
1が人狼に見えて、6番さんで1に投票したってこと？じゃあ2番は何に見えた？ 9 番は何に見えたっていうところが重要なんだけど。私は今もまあ9番が偽かなって思ってて、まあ、確かにあの2の精査は良かったですよ。うん、8が黒だと思ってカバーに来た狂人なのかなっていう精査は良かったし、2番さんを残したら、遺言はまあ3級老老、1狂人って言ったのかな？投票から見て。でも、6番さんってどっちも繋がるっちゃ繋がるんじゃない？謎のライン切りの投票と思えば、ま、繋がるし、でも純粋に真押しちゃったって、真のところに、真を押しちゃったっていう可能性もあるし、6がキーポイントなんじゃない？これ。って思うから、普通に9の5黒結果は、ちょっと飲めないかなって思います。はい。だから9からいきますね。はい。5番のプレイヤーが発言します。今日は9番さんから釣ろうと思っていて、2番さんっていうのは白が出てるんですけど、あのタイミングで出てくるのって狂人だったら出るメリットってありますかね？狂人だとしたら、出てしまったら、あるかでも。あるかな？ないような、まあいいや。まあどっちかわかんないですよね。うん。あるな。うん。シンかなって思ったんですけど。まあ、1番か2番がシンなんで、とりあえず9番釣って、で、もう1ウルフは、まあ3番か6番かなって思ってます。8番っていうのは、まあ1日目、うん。霊媒叩いておきながら潜伏 NG みたいな話あって、それは結構まあおかしいっちゃおかしかったけど、まあだからといって黒とはわからないで、まあ、それよりも6番っていうのは昨日わかんないわかんないってめっちゃ言ってんのに、対して誰からも叩かれないのもおかしいし、まあ4番言ってたその釣り位置っていうのも確かに言われてみればおかしかったなって思って、うん。まあ、6番人狼あるんじゃないかなって、あそこのタイミングで分かんないっていうのが白いっていう3番もかなりおかしいなって思うんで、うん。まあ、3番昨日言ってたのは私のミスリードかもしれないですけど、その6番を白く見るっていうところがおかしいなって思ったんで、3か6かなって思っています。でもまあ、黒っぽいの順位つけるとしたら6番の方が黒いんじゃないかなって思います。6番のプレイヤーが発言します。ああ、まあ俺目線さっぱりわからないね。あ、今日は、まあ安定策真面目にやれば9でしょ、仕事が終わってんだから。次に1行けばいい。だって3番か6番の1番目線のあれが はっきりするんでしょ。俺的には3白で6黒になってくれたら1の偽がだけはわかるから、その方が助かるんだけど、2番か9番に芯がいるんだってわかれば、俺目線はそれであってほしい。じゃないだったら最終盤面に噛んでほしいと思うんだけど、まあ最後に俺を残してつらせにかかると思う。あ、正直もう俺はわからない。まあ理想論2番死んだったら出てくれないかっていうぐらいのもんで終わるゲームだと思う。俺はもうわかんないから申し訳ねえけど。2番の偽とは言ってない。2番狼じゃないことだけは分かったぐらいのもんで、心境どっちかわかんねえけど。ああいうような出方をする真なのか、予定からする人外狂人なのかわかんねえんだけども。3、5、8はわからないっす、もう。今日はもうわからなかったっす。いやー、7番じゃないけど素直に8番とか言った方がよかったの？いやいやいや、俺1に行った理由？まあ、間を取ってって感じ。2番、9番って、まあ、明らかにおかしいけど潜伏して。万が一死んだったらどうしようかなと思って。普通に出た1番って普通なんだけど、申し訳ないけど1番行ったって感じの、特にそんな感じのです。はい。はい。うん。まあ、8って普通の進行ならやっちゃダメだなと思って。やっぱどっち、誰かの占い師に行くべきだなと思って。うん。っていうことですね。うん。っていうのが1位行った理由なんで。まあ、俺目線3白で会ってほしい。そしたら、9番か2番に芯がいることがわかる。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私はただの石。私はただの石。私はただの石。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、9番の遺言を発表してください。まあ、この人ならしゃあないと思ってるんで、明日1号釣り切って、明日1釣って、で、その次5釣ってくれたら終わりなんで。OK ですか。1釣って5。OK ですかね。1釣って5。で1番が、例えば3白打って6番視点で1番の偽が分かって、1番の偽が分かって、2番が新進行とかしたらあかんで絶対。2番5白って言ってるから。とりあえず俺新なんで、まあ、この人ならしゃあないと思ってるし、一発で狼見つけれたんで、もう余裕ですね。1と5を釣り切ってくれたらいいです。はい。5番が、3投票。5番視点で3投票。1日目。7番の騎士、黒を跳ね返せるような役を持ってんやったら別に強気でグレイってもいいと思うけど。釣りたくなかったんでしょうね。2番が偽っぽく見えて、1番の自分目線の偽が分かってて、釣りたくなかったんでしょうね。相方位置とか見られたくなかったんやな。2番投票した時って、9番1番。に相方がおるんちゃうか。ほんで、俺に万が一黒結果、俺クロスされるの分かってんやから。俺に万が一黒結果落とされた時に、1号ローローが露呈するから、2番には行かれへんかったのか。まあ、分かれへんけど。とりあえず、まあ、1と5ってください。明日1ね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、5番のプレイヤーが発言します。はい、まあ例の結果見えないんで何とも言えないんですよね、これ本当に。で、1番は6黒と。まあでも1番真かどうかわかんないんで、まあ、2番真の可能性もあるんで、今日は1番から行くのが安牌かなとは思うんですけど、っていうのも、なんだろうな。6番の昨日の投票を私に入れたのとか、わかんないって言ってんのとか、これもしかしたらグレーに狂人もなくはないわけですよね。それ考えると、まあ、念のため1番釣ってからグレー行った方が安牌かなって思うんで、うん、1番釣ってから、まあ、6番か3番かな考えて入れればいいかなって思います。でもな、人狼だとしたら6番のよくわかんないその投票の動きとかってあえて疑われるようなこと知ってるようにも見える。微妙だなって思うんですけど。で、3番も昨日言った通り、6番をそこまで白く見るのがすごいよくわかんないし、私が3番をボコボコに殴ったから殴り返してるようにしか見えなくて、村ならちゃんと考えてほしい。まあ、言ってることがもしかしたらミスリードかもしれないけど、なんだろうな。考察が間違ってるからって黒なわけではないし、もし村なら。まあ、黒なら黒で、まあ、それはしょうがないって感じですけど。6番のプレイヤーが発言します。5番、1番の、1番か。1番の偽だけは分かったよ。5番どっちか分かんない。5番に投票すれば俺に黒が、まあ事実上なるかなと思った。助かったわ。俺目線は。ただね、急にどっちかに死んだんだけどっていう。5番白か黒か分かんねえわっていう。一番の偽だけは分かった。俺目線。それだけは分かった。ちょっとは近づいた。分かんなかったけどね。8番のなんかふざけた感じと、3番の、まあ一応それなりに言ってる感じ。肩白つるとか言った感じ。まあ2番に対して、まあ論理的にはそうだよね。8のローってねえのになんで8番入れてんだっていう。
まあ、自分釣られると思ったがやってんのかわかんないけど、まあ、もし2番が死んだったら、まあ、人に伝わらないだろう、あの出方はってことだよね。2日前まで潜伏するつもりでしたかっていう、試合になるだけだから、もういいんじゃねえかなっていう、Q さんのような気もするけど、とかもあるけどね、1さんとかもあるのかもしんないけども、わかんねえ。基本は。わかんねえよ。もう51対49ぐらいで、8さんが51で、5が49って感じ？ああ。すごいもうビビたる差で、もうしょうがないけど5番かなとは思ってんだけど。なんで俺に黒打ってんだっていう。まあ3とか8だったら、1が仮に強靭で、9がローで、3、8だったら、うん。ちょっといろいろちょっと考えるわ。だったらどうなんだ？まあ、1号なんじゃね？ 8 番のプレイヤーが発言します。司会者数、初週で6番さんが1に入れてますもんね。ああ、なるほどね。オッケーオッケー。うん、俺の1票あるから。うん、5番と1番さん、うん、6入れよ。うん、6は初週から俺をね、連れって言ってたから、うん。正直、うん、ムカついてたし、まあ、多分6で終わると思う。うん。5番と1番さん、1番さんも6、偽したら偽でしょ？来るでしょ？で、5番さんってやると俺だってこれ多分夜釣られるから、結局だって5、6の精査になるでしょ？うん。多分5勝てないから、絶対。うん。5勝てない。うん。俺の1票大事でしょ、これ。もう。俺多分夜絶対噛まれるから。うん。今日6番行こう。うん。5、1、8で6行って、もう3秒あるでしょ、勝てる。うん。もうそうしよう。うん。もう5が2勝ったらもうしょうがないよ。うん。6はね、俺を釣っとけばいいとか言ってたから、うん。もう釣るよ。うん。悪いけど、申し訳ないね。うん。まだだってごめん。うん。で、今日は6行く。うん。1番も6を来るでしょ。うん。だから5、1、8と3票あるから、6行こう。うん。以上。OK、頼むぞ。1番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ8番さんが6番に行ってくれるのは嬉しいかな。まあ俺は6しかない。6っていうのは初日に俺投票した理由が、間を取って9と2に芯がいたらどうしようかと思って間を取って俺をって言ってたけど、俺があなた目線芯だったらどうするんですか？何にも理由、俺投票の理由になってないんですよね。だから6番を占いました。で、6番っていうのは今は、今も3、8だったら、のどこのとか、何を言ってるか全然わからないでしょ。もうね、6言ってください。で、あと言うことってなんかあるかな。まあ、他にも触れることないんだよね。3、5、8っていうのは、もう村人って俺は分かっているから、6投票。もうこれだけしかないかな。終了します。3番のプレイヤーが発言します。はい、1いきます。8番さんに言っとくけど、俺は2の芯を切ってるから8番が村だと思ってるから言っとくけど、絶対1釣りね。それはお願いします。で、5番さんに言っとくけど、6番の白要素っていうのは、グレランになった時って3人なんだよ。自分が釣られる可能性があるのに投票放棄しようかなっていう発言は、俺は白要素だと思ってるから、6番は白と思いました。で、5番視点、1か2に芯、2の芯を追うんだったら、なんで8の視点が外れるんですか？ 3 か6で6かなじゃなく、なんで8番が外れちゃうの？ 1、9からしか確か白もらってなかったはずなんだけど、8番って。それがめちゃめちゃ5番さん黒く見えちゃうんだけど、もし村ならなんで8番が外れたかのを教えてほしいんだけど、これ1周目で言ったんだけど、2番っていうのはその6番の殴りが不当か正当かっていう精査も入れずに3を釣るっていう視点が2番が怪しいっていう俺視点を落とした。わかります？で、6番さんはしっかり1番が偽っていうのは分かったっていうので、全部に精査を入れてるところがやっぱり6番は村っぽいと思うんだけど、8番さん違うかな。とりあえず今日は1番釣ります。はい。で、明日は一応5、6精査は入れるけど、現状は5番に寄ってますよ。5番さんもしあなたは本当に村だったらなんで8番が外れてんの。はい。全プレイヤー若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番の遺言を発表してください。まあ、そうだね。なんだろうね。もう6行ってくれれば、終わったのに3番さん村でしょ？しっかりして。6行ったら終わったじゃん。5番さんもだよ。なんで、6番さんの、あれを拾えるの？村要素として取るの？まあ確かに3番さんの言ってる5番さんが、8番を弾いてるっていうのは、ただ単に、視野が狭いだけでしょ？それを黒要素として取るの？いや、もう6行ってくれりゃ終わったのに。いや、まあ、でも、まあ、ローラーだからしょうがないけど、明日絶対6行ってくださいね。絶対6行ってくださいね。新占い師が最後まで残って、黒結果を残してんのに、頼むよ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、俺出方考察は全くしません。はい、出方考察はしないけど、2の芯が切れる要素っていうのは2番の遺言から8番が狼っぽくなかったっていうのに、7番が8番を釣りをしたところで出てきてる。で、8番投票っていうので、自分はもう2の芯は 100% 切ってます。はい。なんで8番は隠しろ。で、9-1 精査したときっていうより、9-1 がどっちが芯かどうのこうのじゃなく、5-6 精査したときに、6番の方が俺は村っぽいと思ったの。3グレーの中のグレランで投票放棄しようかなって発言は村要素かなって俺は思ってるから。はい。一応5、6、もう一回発言は聞きますが、5番さん昨日自分が質問した点を挙げてください。はい。8番さんも、俺の意見もちょっと聞いてください。5、6精査した時に、6番があなたにヘイト向けたからってヘイト向け返さずに、5番、6番で単体精査して、どっちがおかしいことを言ってるかっていう精査をした方がいいと思ってるんで、これは圧倒的に、5番って1日目の2週目に自分の話、なんか占い精査してないとか言われたけど、してるし、さらに言ったら、1か2に芯がいるって2の芯を追ってるんだったら、なんで8番外れるのっていうのはやっぱ違和感しかないんですけど、はい。5か6に行きます。以上。5番。のプレイヤーが発言します。はい、3番しっかり聞いてほしい。まずなんでその6番が何投票放棄したから白っぽくなる。それがめちゃくちゃすぎる。うん、意味わかんない。そんな理論で6番白着されたらはっきり言ってないわっていう感じ。で、8番を入れなかったのは、まあ、一昨日ぐらいから考えてて、3、6、8だなってずっと思ってて、まあ、少ないからね、グレーの位置が。で、8番も入れて最初考えてたんだけど、8番っていうのは、なんだろう。まあ言ってること、確かに1日目の発言矛盾とか、例叩いておきながら潜伏 NG とかよくわかんない発言あったけど、まあそれは確かにおかしいけど、それ以外の発言っていうのは全くおかしくなくて、それに比べて6番の方がよっぽどおかしいでしょ。ずっとわかんないわかんないって言っていて、昨日も言ってることめちゃくちゃで、なんだろう、黒い位置はっきり探してないじゃん、どう考えても。探してないよ、これ。探してなくて、めちゃくちゃなこと言って、ちょっとギャグでごまかしてるだけでしょ。それを白く置くんですか、3番さん。3番さん多分村でしょ。分かったよ、昨日。昨日の時点で、3番さんっていうのは、6番以外、私と8番っていうのは、6番を押して
た、どっちかっていうと。で、1番っていうのも6番を捨てた。私6番に入れようか迷ったけど、神市がワンチャン見れると思ったから、昨日1番に入れたんだよ。それを分かってほしい。だから、まあ、そこに乗っかってこなかった時点で3番は村かなって思ってるから、今日は絶対6番つってほしい。6番のプレイヤーが発言します。うん。俺はもう未だに分かんないよ。まあ、2番が死んだったら、あの出方したら、今日食らうよねっていう。むしろ出ない方が良かったんじゃないの？で、8釣らせた方が良かったんじゃないのってだけのゲームになるんじゃない？ 2 番か9番。2の芯もわずかにあるからここに行きたくないけどね。9さんとかもあるかもしんねえけどね。もう知らんよ。1さんとかあるかもしんないけど、発言ないよであんなこと言われたらもう無理だろうね。3番追うのは。8番が、俺に入れた。安定策取らなかったってのはすごい黒いけどね。はぁ、もういいんじゃね。まあ、もう、9番が、18とかがありそうな雰囲気するけど、もうしょうがないんじゃない？ 2 番があれやったんだから、もう、5番に行かざるを得ないって感じだね。俺ではわかんないけど、もうしょうがない。俺が9にどちらかが死んだんだよ。それによって5番の色って変わるんだよ。だけども、まあ、しょうがないかな。腹が立つとか、なんだこいつはって意味だったら8なんだけどね。5番が村だったらまあ、客観的に見て俺の責任にしないでね、もう。2番が悪いんだよ、多分。悪いけど、あれじゃ。あれじゃ、悪いけど、もういいんじゃね、もう。2番が後でみんな謝ればいいっていう話だから。死んだったら5番に迷惑かかったじゃん、こんなに。俺わかんねえんだよ、5番が白か黒か。変わるんだよ、本当に2級次第で。もう、頭いでえな、どうしよう。8番のプレイヤーが発言します。おー、ちょっとわかんねえな。あれ、これ3じゃないの、もしかして。だって、さっき6釣ってたら、人狼陣営だったら、5が人狼だったら6入れるもんね。だって1人だってことはさ、1釣りを。もう訳わかんないけど3行ってみる？ゲームセットになっちゃうんだもんね。もう訳わかんないけど、この8番なんかもうかけてみるか、5番。8番にかけてみよう、もう。なんか6なんかちょっと村っぽく見えてきたな、ちょっと。3がやたら1を。で、もう精査して、もうなんかすごいなんかもう、合力のどっちかですみたいなで、僕を村置きしてますみたいなこと言ってるけど、俺の票が欲しいんじゃないの？いや、俺3に行こうかな、ちょっと。申し訳ないけど、なんか6ね、なんかちょっと、さっき、この発言ね、人狼だったらするのかな？もっと必死に3連れ、5連れって言うんだよ、ね。だって俺本当にわかんないんだもん、5番が白かもしれないんだもん、俺は。あ、じゃあ、5が人狼だった場合って、俺はまず犬だって言われるとね。1も6いくって言ってたら、3の可能性もあるのかな、ね、だけど発言力でもう無理かなと思う。それ勝ちでしょ？いや、どうせ2番が悪いんだから。どうせ2番のせいなんだから。3番は一応。2番が悪いんだから、どうせ。ああ、死んだったら死んで。って言って。ってことでしょ？いいじゃん、面白いからやってみよう。そうなんだよ、ね。面白いからやってみよう。なければさ、まあ、面白いからやってみよう。1と5が面白いからやってみよう。面白いから5番に勝たせてあげればいい。まあ女性プレイヤーに勝ってもらえばいいってぐらいの気持ちで。3じゃねこれ。3だよ、3。面白いからやってみよう。3に入れる。うん。面白そうだから俺もやる。間違ったらごめん。いや、いい、面白そうだから俺もやる。全プレイヤーの面白そうだから。私はただの石。私はただの石。まあ9番死んだったら申し訳ないね。2番の信号を追うというわけのわかんない展開になるけど。面白そうだから、俺、3番行く。負けたら9番に申し訳ないけど、なんか面白そうだから、乗っかるわ。なんか面白そうだから乗っかるわ。結局6だぜ。終了しました。行ったの。狼じゃねえ、これ。されるプレイヤーは狼だ。3番、ゲーム終了。面白そうだから乗った2番、進化よ。ダラメロンで、2番進化よ、マジでもう。俺が6行っても一緒じゃん、それ。いや、そうだよね。そうだよね。めちゃめちゃだよ。そうだよ。